ないと思う、普通に。オッケーオッケー、デスモンしたっぽいだな。危ねえな、本当に。世の中物騒になったな。ゾンビ肉とか落ちてるし。絶対食べちゃダメでしょ。絶対なんか、難癖で殺される。大丈夫だね、びっくりした。マジでアリ怖い。アリ意外と、コオロギやコオロギ。え、本当怖いわ。足元ちゃんとね、注意していこう。あれ、チェストは、そういえば。チェストは、おいおいおい。チェスト置いてきちゃダメだ。アリもどうでもいいよ、もうアリは。いやいやいや、ちょっと待って待って。なんで急にその出てきた？てか俺、チェストどこにやったの？あった、チェスト拾えた。やった。あっこ、アリの、アリの、あれじゃん。アリの素敵なとこだったじゃん。やばいってマジで、その量は。ちょっと危なく、かわしつつ行こう。うわ、アリの量、それやばいわ、マジで。どっから来てるか知んねえけどさ。あれマジでやばい。いないね。出てきた、出てきた。本当にアリこれ以上分かれたら困るわ、マジで。よし。とりあえず近づいていこう。で、アリの巣ゾーンがあるから。あの蝶も怖いな。あの蝶も怖いけど、まあ、とりあえずね。あ、羊毛取ったらさ、ワンちゃん寝れないだろうけど、多分ね。この世界のことだから、どうせ寝れないだろうけど。OK。羊毛入れとこう。つなげよう。1,2,3,4,5。こんな丁寧に橋作ったの久しぶりだよ。マイクラ始めて。うわ、カチカチ、ちょっと待って、左、左待って、あれ。大丈夫？木に引っかかってるとかだったらいいけど。あれ、出てきた瞬間、俺、パックンチョされるやつだよね。とりあえず、あの、羊毛が欲しいんだけど。蜂来ないかな？草だけ刈り取って、オッケー。羊毛だけ取って帰ろう。よし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 。第3第3。オッケー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 。ほんで、チェストの中戻そう。あっこ、怖い怖い怖い。なんであの2匹もいんの？ダメだろ、あれは。うわ、虹色もいるし、怖い怖い怖い。虹色どっかにアリあんの？アリあるじゃない？巣あんのか？多くない多くない多くない？数多い数。やばい、ここアリやばい。ここアリやばい。死ねるやつだ、これ。とりあえず、大切なものだけしまって、コーンも半分しまっとくか。一回死んでもいいけどな。一回し、あの、スタミナ、エネルギーアップって何？エネルギーアップした。なんでだろう。頑張って生きようとしてるから。神様が理解してくれた、やっと。ここやばいよ、なんか鳥とか埋まってたし。あれ、蜂のとこなるべく近づきたくないんだよな。え、ここ動物多いってマジで。動物園か。主に小動物しかいないけど。うわうわ、カエルあれ恐怖だな。飛んできてベチンって当たったら終わるやつだよ。出た。ここは、これが、敵モンスターなんだよね。オッケー。とりあえず、オッケー、内部侵入した。よっしゃ、ダンジョン初めてだぞ。ただ、敵がいるからな、気をつけていこう。マジでやばいよ。これ、ピッケルないとダメなんじゃない？いってぇ！ピッケルないとダメだ、ここ。ピッケル作ろう。石とかそんな贅沢なん言ってられないから。とりあえず、木ねピッケルじゃなくて、木のピッケルを、向こうまで運ぼう。戻ってきた。オッケーオッケーオッケー。
アイテム木とかないと意味ないじゃん。ちょっとどうしよう。とりあえずアイテムだけ回収して帰ってくるか。そんなことできるかな。時間帯的にも相当まずい時間帯だと思うんだけど。回収できそうなだけ、できそうなだけってか、できるだけ取って帰ろう。オッケー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 、全然あるわ。うわうわうわ、ちょっと待って、あぶねえ。だこいつ倒したら木が落ちるんだ。うわ、なに、びっくりするわ。バグだな多分あれは。あいつ倒したら木が手に入るってなかなかいい発見だよね。スポナー壊さなくていいかも。でも壊さないとな、チェスト多分見れないからな。あぶね、足元注意。とりあえずもう嫌だから失うのは。でベッド作れるってなかなかだよ。ベッド作れるのはマジでありがてえ。よし、寝れるかが問題だけどね。寝れるか。寝れた、神だ。ん？なんで？最後夜明けようぜ。うそやん、夜は明けないみたいな感じ？ベッドに寝転ぶことはできるけど、みたいな。てか、ログやばいな。まあでも今回結構進展あったよね。ベッド作れて、剣も作れて。で、ダンジョンも一応踏み込むとこまで行ったね。ではこれぐらいにしとこう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。更新された動画を素早く簡単に見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方は動画の左下のチャンネル登録ボタンから、スマートフォンの方は動画の右下のチャンネル登録ボタンからお願いします。またこの動画を面白いと思ってくださった方は高評価をぜひよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。